ウェジャーベイ乗りたぜやべチェイラ、まあ、この後リボンさんが来るんですけど、リボンさんにドッキリしてえなってなって、どちらかというといたずらみたいな感じにしたいなっていうことになって、そこで出ましたのがこの企画、鍵は閉めて窓だけ開けとけ、はい LINE で出かけてるからドア閉まってると言って、っ鍵開いてるかもしれないから探してとだけ言います。はい、で入った瞬間に僕たち速攻で車に連行して警察署まで行きます。今回不法侵入でガチで警察に行ってみました。ただのいたずらです。まあでも不法侵入ですから、そんな入ってくださいとか言ってない、はい、そこが肝なんですよね。うん、本当に警察署まで行って笑わない空気でないとガチ感出ない。いや、笑ったやつからも退場で。退場って何？何名残れるのか、まあ1名は残ってもらえないと警察署まで行けないんです。そうですね、はい、入った瞬間にもうサブなんで、本当のガチの事情聴取を車の中にしましょう。いやマジで、あ絶対笑うね。もうそういうのやめて。戦いだからちゃうやん、リモンドさん。じゃあ今練習します。今練習します。あ、オッケーオッケーオッケー、どうぞ。ブス、はいはいはい、逮捕、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 不法侵入したね、今、はい、逮捕、これ不法侵入って言うから、はい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 、これ何の件、ゴミ箱の件、 G やん。全然共演だから笑っちゃう。大樹ダメだ、速攻笑ってるわ。でもリボンのあの困った表情絶対面白いよ。そう、でも今の感じいけたね。今俺ら今よかった、リボンだったら俺も今ならいけた。うん、先生何の件、車からおそらく帰ってくるんで、はい、来た瞬間に電気をつけて、こそ署まで来てもらおうか。だわ、俺これ笑うことは一切許されません。逮捕しましょう。逮捕します。ダメですから、不法侵入は。ダメ、不法侵入ということで、窓開いてるとしか言ってないんでね、入れとは言ってないですから。そうです、始めましょう。じゃあ我々カメラです。あれ、どこまで忘れてこれ、万が一全員アウトだった場合は終了です。警察署まで行ったことが勝ちです。スーツで来たらマジ速攻笑うと思う。見てよ。待って待って、体勢駆使するで、ね、120% マスクしてる。マスクとスーツ両方だと全員一撃する可能性ある。そこあの指突っ込んどしろ、おい、出しろ、おとなしくしろ、おとなしく。お前入るんだ、牛島君。これ0時24分、はい、現行犯、現行犯、逮捕します。不法侵入です。不法侵入、え、今から署の方に来てもらいますんで。今から行くから。どういうこと？なんで開いた？窓から入ってきてって言われたから。誰も言ってない、 LINE ちょっと見た方がいいです。窓開いてるからって、もう窓から入れってことや。窓から開いてる、窓が開いてるだけ。いや、意地悪すぎ。勝手な解釈が良くないんじゃないですか。そうなるでしょ。ならないだろ。おかしいだろ。おかしくない、おかしくない。入ってとは書いてないだろ。おかしくないですか、ゲーム。マジでおかしい。あと〇言ってんの。犯罪だぞ、犯罪。何でやった。まあ、玄関、まあ、電気ついてるからね。玄関開けます。そこは、君の家ではない。まあ、そうだけどね。うん、まあ、そうだけど。わしの家だ。どのキャラしてんだよ。と、自分の家でされたら知ってても、でも不法侵入されてるわけだから。商品ね、あるよっつって取っていいわけじゃないでしょ。それとこれとはちょっと違う。そういうことですよね。そういうことです。そうだ。いや、この信頼感があるからできることや。笑ってるけど、ガチの通報が入ってるから。ガチの通報が入ってる。警察署向かってるから。そう、マジ嘘でしょ。ネタだと思ってるけども。じゃあお前、すべての窓が開いてたらそこから入るってことだからね。お前、うざいやついるよって殺しました。そういうことだ、お前。そういうことだよな。そうだ。まずお前、名前を名乗れ。あ、リボンです。言えだろ。そんな名前のやついるわけねえだろ、日本人に。なんだお前、リボンか、お前。本名はって感じ、どう書くんだ。羨ましいに、あんま突っ込むな。お前、いくつだ。22です。その顔でか。言ってないでしょ。事情聴取する。車運転してるけど初めて見た。前科はあんのか。
やばいですね。あんだろ、調べはついてるぞ。就任の時お前娘とのパンツの匂い嗅いだだろ。今回の件はどういう気分でやったんだ。どういう気分。なんでそんなとぼけてられる。だって不法侵入したつもりはないから。じゃあ殺したつもりないですって言うのか。いじめたやつはな、いじめたことを覚えてないんだよ。いじめられた方はいじめられたことを覚えてるんだよ。なんかあったんですか。過去になんかあったんですか。殺されたやつはな、殺したやつよりいてんだよ、なあ。どうだ。いや、お前もつかへん。ちょっと笑ってるけど、もう本当に突き出すからな、うん、反省はしてる。まあ確かにね、入ってとは言われてないですから、そこはちょっと全然反省しねえな。全然しねえ。鑑別だな。鑑別の年やもし本当に警部ですか。やめな、もうそれじゃ反省しない。刑務所よし、着いたぞ。着いたぞ、お前。じゃ行こうか。おい、出ろ。Thank you.